リクルートってこういろんな制度があったりとか、うん、働き方の自由度が高いっていうところあると思うんですけど、自分は何を求めていて何がしたくって何は譲れないのかみたいなことをちゃんと選択できるあの会社なのかなっていう。まず任せてくれる、テーマは任される、やり方も任されるっていう、この自由度の高さがすごく大きいんじゃないかなと思います。なんですか、与えられた仕事だけじゃなくって、もう1年目から自分で仕事を作っていく、まあ、自分でこう裁量権を抱えてあの決断をたくさんしていくんだなと。もともとリクルートに入る前もなんか与えられたこととか決められたことでなんか自分の視野をなんか狭めるんじゃなくてどん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 こう広げていきたいみたいなこともあったので、すごくありがたい環境だなって思いながらすごいいいカルチャーだなって思います。まだここにない出会い、リクルート。